はい、どうもお疲れ様です。 TIL でございます。今回もね、ランキング動画やっていきましょう。今回取り扱う内容はバトルフィールド1の看護兵最強武器ランキングという内容でね、やっていこうかと思います。まあね、評価の仕方とかどういう内容かっていうのは、この前やった突撃兵最強武器ランキングと被る内容もあるんですが、もう一度説明させていただきます。タイトルにですね、看護兵最強武器としておりますが、前回と同じく、1対1の喧嘩に強いではなく、最もキルを稼ぎやすい武器というね、指標で評価しております。いや、要するにその試合でキルマシン、要するに一番キルを取ることとか、あとは MVP フラグトップを取りやすい武器になりますので、そこは勘違いしないようにお願いいたします。それではですね、前回と少し被りますが、どういった評価を行っているか説明させていただきます。僕が勝手にこれが強いって言ってるわけじゃないです。まず評価の一つ目、KPM 噴火のキル数が 2.5 以上の世界の人口が何人いるかという評価をしております。 2.5 だけでなく 3.0 や 3.5 などでも評価しております。結構接戦だったもので、はい。で、二つ目の評価は、KPM ランキングというものがございます。その武器を使って噴火最もキルができる人たちのことですね。そのランキング上位20人の平均の KPM も、算出しております。評価1だけですと、人気のある武器や初期武器、最初から使える武器、要するに使用人口の多い武器がどうしてもランクインしてしまいますので、まあ、評価2も評価することで、本当に強いキルが稼げる武器を、決めていくというわけですね。それではですね、早速第3位から見ていきましょう。第3位は、はい、ちょうど今解除させていただきました。使ったことないです。オートローディング 8.25 の、拡張モデルっていうね、あ、これちょうど金色の名声もあるんでかっこいいですね、ということでね、はい、こちらが第3位にランクインしました。初見プレイの動画になっております。こちらの武器ですね、まず KPM2.5 以上の方が、世界に1521人、そして KPM3.0 以上の方が331人というね、まあ、そういうかなり、KPM が高いというね、結果になりましたね。前回の突撃ランキングでね、ランクインしませんでしたオートマシコの、ファクトリー、残豪とか初期仕様とね、ほぼほぼ同じぐらいなんですよね。3.0 以上の人数も。で、平均 KPM、上位20人の平均 KPM も、4.0 とね、オートマチックとそんな変わらない。びっくりしますよね。オートマチックの方がもっとキルできるイメージでしたけどね。やっぱ、弾数ですかね。弾数とこうダメージモデルで、こう、キルが稼げるということなんですかね。はい。ちなみに、オートローディングの、エクステンディットが3位でしたが、他のモデル、初期仕様とマークスマンは、ランク外というね、そういう結果になりましたね。これは結構意外なんじゃないですかね。基本的にこういうキルが稼ぎやすいランキングって、弾数の多さとかダメージモデルが優れてるものがね、上位に来ると思われがちなんですが、拡張、今使ってるオートローディングの拡張ってダメージ低いんですよ。初期仕様とマークスマンは、42ダメージなんですけど、拡張は38ダメージなんですよね。まあ、ダメージモデルが低いんですが、まあ、ランクインすると。まあ、でも、42ダメージでも、38ダメージでも同じ3発キルなんで、はい、近距離は変わらないんですね。遠距離、最低ダメージがちょっと劣るんですよね。初期仕様とマークスマン、最低ダメージ30なんで4発キルですが、拡張は21ダメージなんで5発キルになると。要するに、離れると拡張は弱いと。ただ、近い時は、同じタイムというキルなんですよね。うん。まあ、拡張はダメージ低い分ね、反動とかが初期仕様やマークスマンに比べて、小さいんで、まあ、それで扱いやすいってね、そういうところはありますよね。はい。ただ、冷凍自体は一緒なんで、まあ、私、あんま使、オートローディング使ってないですけど、ステータスを見る限りでは、拡張より初期仕様の方が強いんじゃないかなって思ったんですが、まあ、拡張がね、ランクインとね、そういうわけでございました。マークスマンと初期仕様に比べて、圧倒的でしたね。はい。初期仕様とマークスマンはですね、平均 KPM が、マークスマンが 3.221 で、ファクトリー初期仕様が 2.98 なのでかなり低いですね。まあ、拡張はなんでこんなに強いんでしょうか、よくわかりませんと。まあ、強いわけですね。はい。ちなみに、オートローディング拡張の1位の方の KPM 4.68 で、2位の方が 4.27。すごいですね。1分間に4人もね、倒せるというわけなんですが、私、この試合、この1試合だけでですね、オートローディング拡張の KPM がですね、すごい高い 4.6 をね、叩き出したんで、私、今、このオートローディング拡張1試合でね、世界2位と、KPM 世界2位まで行ったって、まあ、キル数が少ないんでランキングにならないですけどね、まあまあ、チーレスでいい感じキルできればね、
上位を目指せると、何キロですか ?27キロ。まあ、これぐらいできれば上位を目指せるみたいですね。はい。じゃあ3位、オートローディング拡張でした。続きまして第2位。ファーカーヒルの高額照準というね、結果になりました。これは結構皆さん意外だったんじゃないですか。結構ノーマークだったでしょこれ。ねえ。実はね、僕すごい迷ったんですよ。3位と2位。3位オートローディング、2位ファーカーヒルですけれどもね、何と迷ったかっていうと、M1907SL の相当、これとすごい迷ったんです。KPM2.5 以上、KPM3 以上人数は、M1907SL の相当のが多いんですよ。ただ、KPM3.5 以上、4以上になってくると、ファーカーヒル高額照準の方が多いんですよ。かつ、上位、KPM ランキングの上位の平均もファーカーヒルの方が多い。かつ、この武器、ダウンロードコンテンツの結構最後の方に出てくるでしょ?最後の方にも出たにもかかわらず、KPM3 以上がすごく多いということで、そういう理由があって、オートローディングや M1907SL、相当を、抜かすというね、そういう結果だったわけですね。はい。僕もこの武器初めて使うんで、実は突撃歩兵モデルでヘッドショット25回ですか?めんどくさかったです、すごく。めっちゃめんどくさかったですね。はい。さて、似たような性能の武器にですね、ハウエルオートマティックとモンドラゴンっていうね、武器がございますけれども、さて、じゃあ、まずなんでモンドラゴンより上位に来てるかっていうことですよね。ダメージモデルなんですけど、ファーカーヒルは近距離3発キルで、遠距離は4発キルになるんですが、モンドラゴンは近距離3発キル、遠距離も3発キル、レートは一緒なんで、モンドラゴンの方が実はね、喧嘩は強いんです。1対1の喧嘩は強いんですが、モンドラゴンはね、弾数がたったの10発なんですね。一方でファーカーヒルは20発もあるんで、この弾数の違いが、キルの稼ぎやすさに、直結したんじゃないかなと思うわけですね。はい。で、一方で、ハウエルオートマティックとはほぼ同じ性能です。もうダメージモデルも一緒、レートも一緒ですね。まあ、ハウエルオートマティックから、まあ、勝ってる点があるとすれば、ファーカーヒルはですね、動きながらの AD 精度が非常に高いんで、こう、取り回しがいいんですよね。その辺が繋がったかもしれませんね。はい。ちなみに、ハウエルのが後から出てる武器ですが、平均の KPM は、ファーカーヒルのが高いんで、ファーカーヒルのが、結果として強いという結果に出てますね。はい。それではですね、ハウエル第1位。もうこれはぶっちぎりですね。フェドロフ・アブトマットでございます。これはもうね、ぶっちぎりですわ。もう、ぶっちぎり。上の方にね、残豪って書いてますけども、高額照準も残豪も合わせても、フェドロフまとめて1位です。実は2位はね、フェドロフの高額照準だったんですけど、ランキングに2つもフェドロフがあって面白くないんで、もう1位にまとめました。大人の事情ですね。はい。KPM2.5 以上、1552。KPM3.0 以上、376人。はい、ぶっちぎり。KPM ランキング上位20人の平均 KPM は 4.516。もう突撃兵武器と変わらんっていうね。これも強いですね。はい。レートはですね、449と看護兵の中で一番速いですね。はい。まあ、一方でダメージはもちろん低くなってます。近距離28ダメージなんで、4発キルですね。遠距離は19ダメージ、6発キルなんで、まあ、近距離特化になる武器ですかね。はい。まあ、やっぱり近距離武器はね、こういうランキングはね、トップになりやすいというところはありますけどね。いや、これは強いですね、本当に。レート499。まあ、突撃兵に近い立ち回りが必要な武器になりますけれどもね。突撃兵、まあ、フェドロフよりね、もちろんレートも速い武器はありますけれども、やっぱり精度が悪いんですよ。突撃の武器ってサグマシンガンなんでね、格差値 0.3 とかでしょ。フェドロフはね、もう精度がいいんですよ。残豪が 0.18。高額照準は静止時、0.135 なんですよね、拡散値。なんで、突撃兵じゃやれない中距離をフェドロフはやれちゃう。もちろん、ちゃんと立ち回り次第では、突撃兵に近距離で勝てる。遠距離も割と倒せるってことで、全距離オールマイティで倒せるんで、まあ、それは KPM 高くなるよねってことで、看護兵でキルを稼ぎたいんであれば、おとなしくフェドロフスカッとけっちゅう話ですね。一応こいつね、ダウンロードコンテンツ武器なんで、KPM2.5 以上人数ちょっと減るかなと思ったんですけど、全然そんなことない。もう初期武器を圧倒する、まあそんな武器になってますね。はい。ちなみにフェドロフ残豪の、KPM1 位の方、KPM5.57、2位 5.44、3位 5.43、4位 5.、もう、1分間5キルもできるか?そんな普通フェドロフで。無理じゃね?ちなみに、私、TI ルーのね、フェドロフの KPM をね、参考があったら言うておきますと、フェドロフ高額照準の KPM、私、2.9 です。普通、そんなもんじゃない?普通、コンクエスト普通に取った 2.9 ぐらいじゃない?ちなみに、フェドロフの残豪はこの試合で初めて使ったのかな?KPM4.2 ですね、私。まあ、
チームデスマッチで今のこのプレイ動画ぐらいのキルペースでようやく 4.2 ですから、5以上って相当ですよ。アルゴールの森、やりまくってんのかね。わかんないっすね。常にハンドが持ち歩いてキルするときだけフェドロを取り出すとかじゃないと、5無理じゃねとか思うけどね。いや、でも、とんでもないね、やっぱり。はい。一応ね、フェドルフには3つ目のモデルとして、フェドルフデグチャレフっていうね、めちゃくちゃ反応が少ない武器もあるんですけど、こちらはちょっと武器が新しすぎるっていうのもあって、ちょっとね、使用人口が少なくて、ランキングに乗ることはちょっと難しかったのかなという感じですね。一応乗ってるのかな？フェドルフデグチャレフ、フェドルフデグチャレフ、あ、いないのかな？あ、いた！KPM、上位、KPM 上位20人は 3.671 なんで、結構高いですね。高いけど、ちょっと、ランキング外って感じですね。まあ、デグチャレフもなかなか強いと思いますよ、私は。デグチャレフは、光学照準のように、静止時の ADS 精度は、高くないし、フェドロフの残壕みたいに腰ダメ精度も高くないと。じゃあ何がいいのって、まあ、反動ですよね。フェドロフ、縦反動 0.45、左右 0.2 なんですが、デグチャレフは、縦 0.27、左右 0.12 と、ほんまに反動ない。撃ってんの分からんがぐらいのね、反動なんでね。まあ、かなり初心者用武器ってのがあってますね。はい。バトルフィールド5のね、予約特典で確か手に入る武器なんで、ね、使ったことない人、BF5 予約してみましょうというわけでね。はい。まあ、そんな結果でしたね。はい。一応ね、最後にですね、今回の看護兵ランキングの結果をね、載せておきましょうか。今、KPM2.5 以上の世界の人数が多い順で相当をかけておりますけれども、1位はぶっちぎりでフェドロフの残壕。2位がね、オートローディング拡張なんですが、平均 KPM がね、ちょっと低いのわかります？ F 列ですね。F 列の平均 KPM が低いので、まあちょっと、まあ3以上、3.5 以上になっていくとちょっと難しいのかなっていう感じですね。はい。で、ファーカーヒル、2.5 以上人数は少ないんですが、平均 KPM の高さや、ダウンロードコンテンツ武器にも関わらず、平均、KPM 3.5 以上、4以上が結構多いので、そこはね、2位という結果にしてますね。1907もかなりね、いい成績なんですが、まあ、そうですね、KPM 3.54 とかを狙うんであれば、1907、SL のスイーパーっていうのは相当ですね。はい、その辺使ったらオートローディングよりはキルできるかもしれないですけど、まあ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 、あれですね。一般的にはキルは稼ぎやすいのはオートローディングでいいんじゃないかと思いますね。めちゃくちゃ強い人はオートローディングより1907の方がキルできる傾向はあるんですが、一般的に、2.5 以上人数が多いことから、オートローディングのキルできやすいという、そういう風に判断させていただきました。というわけでですね、フェドロフ以外は結構接戦なんです。なんで、皆さんの好みに合わせて使い分ければいいかなと思いますね。はい、ちなみに、最下位は、セレブストラダ1906スナイパー、ブービーが、ブービー賞ジェネラルリューライフルですね。まあ、ジェネラルリュー、この動画の最初の方に使ってましたけど、ボルトアクションモードがあるんで、まあ、それでね、結構使い方の幅が広がったので、結構、いいと思いますよ。僕は、ジェネラルリュー好きですよ。てか、一番強いんじゃないかなと俺は個人的に思ってる。はい。あと、RSC-SMG とか僕めっちゃ好きなんですけどね。あ、ごめんなさい。RSC-191 か。2発キルなんでね。これは結構好きなんですが、まあ、やっぱりね、まあ、難しいのかな。英雄がいるのは、やっぱ、こういうランキング下がる傾向あるんでね。はい。てなわけで、上位のね、黄色くセルが塗ってあるところら辺の武器、一番キル稼ぎやすい武器なんでね、キルを稼ぎたい人は、その辺を使ってみればいいんじゃないかなと思いました。はい。それではね、今回は看護兵ランキングでした。次回ね、援護兵とか偵察兵の最強武器ランキングをね、やろうと思ってるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。